の根拠ある鳥と受けに徹する演武とかしてるんですね。普段の稽古も鳥と受け交代、はい、でも、はい、分かったこと受け、ピンチ投げの鳥、受け、はい、だから、はい、こういうふうにしてやってる、もしくは、こうだったら、はい、はい、こう、で、かっこいい。でも、違う、受けは、はい、受けは、受けの体勢に入って、受けって決める。いつでも転じたら、鳥になる。受けるだけの商売だと、それはただの練習でしょ。受け身の練習と攻撃の練習なの、合気道は。いつでも隙あらば、ね、はい、取った方が受けだよね。はい、どうぞ、技をかけてくださいって言った時には、こっちの技かけれない、いう状態になってないと。隙ありの受けを。はい。天下をこう、はいどうぞ、好きなようにどうぞ、みたいな感じ。おー、行きたいから聞く、みたいな感じで。また、はいは、はい。側面入り身の家。ほら、ここにこだわってる。あんをあげてたってなってる。こっちなの。これにこだわってる。こっち。こっち、これな、ここは触るだけ、触るだけ。すくめん、ぎゅーっとこい。なんでここやんの？こっち伸ばせるって言ってたから。ここ。なあ。一番遠いところのこっちだよ。バトンタッチしなさいって言うながら、こっちにバトンタッチしたら動くんだよって。これはもう掴まれる、掴んでくる相手は見えないで、こっちなんだよ、後ろからの時。こっちなんだよ。これは見栄えじゃない。こっちの来られる。でないと、この人間を気にしてもしゃあないんだ。こっちなんだ、来るのはな。地方発砲の部分。どうぞ。あの、ペンパン、ペンチ投げ。この手を、なんとかしちゃう。長いんだって、あげなさい。こっちが安全であればいい。縦取り一挙、おお、安全ゾーンに入ってる。安全っていうんだ。先の日本語は安全、安全を確保しなさい。みんな安全っていうことが共通語になっているんですけど、安全のところここでしょ、はい、なんでここに入らない、なんで入らない、ペンチタウンだよ。安全のところに入りたいんだよ。一番安全ゾーンに入りたいのに、どうして入れない？力対力で。これをなんとかして。安全のところに入りたいから、実の私、今日の私が、これをあげたら、ここにいたら攻撃の場合、ところがこっち、ここに、じゃあこれが見ればここにはできないか、掴みたい気持ちを相手に与えたら、ほらここら、入り身もここじゃなくて、もう一人の自分がここにいる。実の自分、この自分、ここに投げたいんだ。だから入ってきたら、ここなんだ、ここ。ここにいるんだ。
なここで投げる。ここで投げる。ここにいれば、こんだけ楽なんだよ、ほら。なんか、これが入ってるかしら。はい。ここで。倒してください。倒さないんだよ。倒すのはいつでも簡単。相手を救っちゃう。でも、はい、アクセスしましょう。でも撮影は、撮影になったら、はい、でもこのチキショーっていうのがリアリと、やってみたいな、ブラジリアンプレッシャー。はい、ブラジリアンをやってみたいの。ない。ここじゃない。力はあんたの、あなたの技にはある。ないわけじゃないの。もっと世界中でもっといっぱいあるんだ。あれだよ。これは任せるんだ。任せたらちっちゃい球を作ってあげて、ここに抜くんだ。抜くんだ。アクシュ技。はい、アクシュ。はい。どうぞ。右に入れます。一挙に入りますか。右に こっちが崩れないで、ここを崩れる。私の本体を崩して、はい、この手首を外して崩そうと思って文字がで相手の手を任そうとする意味なのか、ギリギリに入った状態なんだよ。これはギリギリに入ってる。ギリギリに入ってる。流れてる。ほら、こっち危ないね。何が入ってるか、何が入ったつもりが、何が入ったつもりが入ってない。後ろを掴まないとダメな状況に。危険な薄るぶりの状態。
た時はもう死ぬでここで終わりだ。ここで終わりだ。この状態。この状態で終わりだ。Gracias.